はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、アニャを描いていきたいと思います。そうですね、久しぶりの動画なのでいろいろ変なところもあるかと思いますが、ちょっとお目に見てやっていただけるとありがたいです。ではまず目から描いていきます。アーニャは縁が太いので、まずくる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 っと扇形を描くような感じでくる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 っと目の縁を描いていきます。で、これはちょっと太めのラインにします。ちょっと線が変なので調整します。で、下はちょっとすぼめてもらう感じが、スーッと線をちょっと細くしていくような感じですね。で、瞳を描いていきます。瞳は卵型で、くる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 。卵を描いて、で端を光が入り、ハイライトですね、光が入っているような感じでくるくるくると丸く穴を開けます。で、瞳の黒い部分を描いていきます。これもちょっとちっちゃいバージョンの卵型です。で、この黒い瞳の部分にかぶさるような形で半円を描きます。で、あとは縁を二重にします。で、この黒い部分をちょっと塗っていきます。で、若干ですね、ちょっと縁が離れちゃってるかなという気がするので、縁を瞳に近づけるような形でちょっとラインを太くします。ここのこの縁と白目の面積が要は狭い方が目って可愛く見えますね。なので、まあ適当な感じでやって、で、アニャは二重なので、この上のラインに沿ってこのラインを二重にします。で、ただ下まで来るんじゃなくて真ん中ら辺で止めます。このぐらいかな。で、まつげをハイライトの横ぐらいのところから描き始めます。で、1,2,3,3本目までが短くて、で、4本目がちょっとピッと長めに描きます。で、5,6と、で、ここ線はつながってないですけど、ここ白目がつながってると考えて、このあたりですね、半円描いた斜め下ぐらいに下まつげをチュッチュッチュッと3つ描きます。で、反対側の目も同じように描いていきます。だいたい目は左右で高さとか合わせたいので、合うような形で、あとはサイズもですね。なので、また同じように扇形をくるくるくるっと描いて、ちょっと目との瞳とのバランスを見て調整したいので、そこまで濃くなくてもいいです。で、また、この左端をハイライトを入れるようにくるくるくるっと円を描いて、で、タバコ型ですね。だいたい高さとか揃ってるかなっていうのを見てもらえればいいんじゃないかと思います。で、また、中に小さめの瞳の黒い部分の卵を描いて、で、これにクロスする形で半円を描きます。で、縁を二重にします。で、ここちょっと黒く塗っていきます。で、広めに関して言うと、この辺りは広く開けるんですけども、この目、瞳とこの上のところですね、上のところは特にくっついてた方がやっぱり瞳としては可愛く見えますね。なので、ここは広く開いてていいんですけども、ここはちょっとこの卵の上のラインに沿って、このくるくるくるっと上のラインも描くっていう感じのイメージですね。で、ちょっと縁を太くしていきます。こっちも先はちょっとすぼめるような感じで、ラインは細くしていきます。で、こっちは二重なので、二重にしていくんですけども、だいたいこのハイライトのちょっと下ぐらいまでに組めます。で、まつげですね、左目と同じように 1,2,3 と書いて、で、4本目がちょっとピンと長くて、4本目だけ長くて、あとは短めで描きます。で、同じようにこの白目がくるくるくるっとこう周りを囲ってると考えて、下に下まつげ部分ですね、この半円の斜め下ぐらいにチュッチュッチュッと3つ下まつげを描きます。で、目と鼻の位置に関しては、普通はですね、普通の大人ってこの目と鼻と口って、ここが長いんですよね。鼻が長くなるので、
これは二等辺三角形になるイメージなんですけども、アーニャの場合は子供なので、この目と口の間が、ここが正三角形になるようなイメージで書いてもらうといいかと思います。で、まあ、何が言いたいかというと、結局、目と口のがすごいくっついてるってことなんですよ。鼻と。目と鼻と口がすごくくっついてる。特に鼻と口ですね。鼻と口がすごくくっついてるので、この半円の、だいたいこの目と目の真ん中ら辺に鼻をちょっと描きます。で、口を、だいたいこの半円から半円までのイメージで描いていきます。で、輪郭を描いていきます。子供の場合は、基本的に顎をなくす。顎をなくして丸く描くと子供の輪郭になっていきます。なので、この口の形の子に沿うような感じで、これを一回り大きくするような感じのイメージですね。で、書いてもらうと、いいんじゃないかと思います。で、前髪を描く前に、頭の頭頂部を取っていきたいと思うんですけども、普段はこの目から顎までの距離の大体2倍ぐらいっていうのが頭頂部の目安になるんですが、それあくまで大人ですね。で、子供は頭が大きいので、2倍よりちょっと長めに、2倍が大体この辺なんですけども、ちょっとだけ心持ち長めに取って、この辺ですね、を頭頂部にします。で、前髪を描いていきます。この頭頂部から大体こう、なんか毛の流れが来るようなイメージで、まず、右の瞳にかかっていく髪の毛ですね。で、毛束はちょっと大きめに取るといいと思います。で、今度、左目にかかっていく。ちょっとちっちゃめの毛束を作って、で、大きめの毛束、大きめの毛束。で、今度、ハイライトの上ぐらいをめがけて、また毛束。ニュッと描いて、で、ちょっとこの重なってるラインを消していきます。で、今度横に流して、で、この耳の縁にかかっていく毛束ですね。で、ちょっと上から下ろしていきます。で、これもまつげ重なってるところ消していきます。で、顔の横の大きな毛束ですね。内巻きではないな。内巻きではないですけど、内に向けて、ちょっとでかめの毛束をボワーンと作っていきましょう。で、ここも大きめの毛束ですね。を尻尾みたいにして、で、ちょっと小さめの毛束を作って、で、一番最初に取ったこの上ですね。まず、ここからピョコッと、双葉みたいな毛を飛び出させて、で、シルエットのイメージとしては、頭頂部を細く、下でボワーンみたいなイメージですね。なので、輪郭からくるくるくるって頭蓋骨の形は丸いんですけども、丸いんですけど、裾でこう広がるっていうイメージですね。なので、こっからまず、こう下に目がけていきます。で、これは細めの毛束で。で、下ボワーンって広げる感じですね。で、外跳ねしていく毛を。だいたい目の横ぐらいのところから。ぐんと外跳ねさせて、で、もう一丁、内跳ね。ちょっと大きめの毛束で描きます。で、耳のところのこの三角は、左右でバランスを見たいので、左右に描きます。反対側ですね。反対側の毛束を描いていきます。まず、瞳の、この、右目のこの辺りめがけて、ちっちゃめの毛束。で、逆向き。また、瞳にかかっていく毛束。で、この上のところから下ろしてきて、途中線を途切れさせて、シューッと、瞳にかけていきます。で、これちょっと重なってる動きしていきますね。こっちも。で、大体左右でやっぱりこれも毛も左右のバランスが違うってことはありえないので、大体長さを、尻尾の長さを揃えるようなイメージで、同じような位置を目がけてっていう感じですね。うん、で、こっちの方が、右側の毛の方がちょっと顔にかかっていくイメージですね。
で、大きめの尻尾で、ちょっと毛束細めにして、で、大体長さ、左右で長さ揃うようにっていう感じですね。で、ちょっとこの輪郭のラインが邪魔なので消しますね。で、これもバランスが、ひし形じゃないんですけど、大体ちょっと左右で対称にならない感じのイメージで上から押していきます。で、スーッと下まで下ろしてきて、で、毛の流れをちょっと入れますね。で、これも上から降りてきてるようなイメージです。で、この、端のあたりからスーッと。で、こっちも大体左右同じような位置ですね。あの、目の、瞳の頂点ぐらいのところから外側にちょっと毛を飛び出させていきます。で、左右の三角を入れていきましょう。髪飾りですね。大体この山のぴょこっと、この辺りどうぞ。これも二等辺三角形になるような感じで、ちょっと、ポコッと膨らませると可愛いですね。アポロみたいなイメージですね。チョコレートの。ポコッと膨らませて、で、ポコッとちょっと膨らませる。で、この、ひらひらですね。1、2、3、4。で、5がちょっと半分切れる感じで。で、これもやっぱり左右対称でありたいので、この始めた位置は同じところ、で、終わりの位置も同じところのイメージで、で、頂点も大体この一辺の長さが同じようになるようなイメージで、アポロ、アポロっていう感じですね。また、1、2、3、4、で、5がちょっとね、切れる。で、あとちょっと、この輪郭を消して、髪の流れですね、をちょっと描いておきますね。で、こっちをこう伸ばしていくわけです。あとは眉毛ですね。眉毛は、もう前髪で隠れちゃって見えないんですけども、キリッとした感じで、瞳のラインの斜め上に上がったところぐらいから、こう繋がってるイメージで、こう。右側も同じように。大体これも同じぐらいの位置から始めて、あと首は子供なのでちょっと首は細めに、ちょっと影首の方でちょっとだけ落とします。ちょっとこの立ち入れときます。で、襟ですね。で、これ見えないんですけど、本当はここもちゃんと描いた方がいいです。もうちょっとうっすら描きますけど、後で描きますね。ですんですけど、これ髪の毛で隠れてるからといって、ここのラインを描かないと体がガタガタになります。なので、絶対見えない部分も必ず描くようにしてください。で、襟はやっぱりこれも高さとか左右対称でっていう感じですね。で、飾り。で、ここは、ちょっと C のマークを二重にして、で、中もある。で、ワンピースの襟を描いていきます。これも、ちょっとうっすらですが。内側、金色のあの、黄金ですね。内側と、ここ丸、こっちも。丸、こっちも。で、大体このぐらい。で、肩が、ちょっとこれ、腕、ぶって腰に当ててる感じなので、で、どっちも消えるんですけどね、髪の毛で。消えるんですが、やっぱ描いた方がいいですね。リボンを左右に広げます。で、ちょっと後ろの毛を描いて、ここちょっと毛先が出ますね。ぴょこっと。で、毛の流れを描いて、で、ちょっと耳が。見えてます。あとはこの、重なってたところのラインを消して。で、最後、と髪飾りにタッチ入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったら、チャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。